見つかった、やったー、ユグドラジルハウス来たー、ズラダダ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 、足が腐り始めてきた、トリサウルス、赤ちゃんザウルス、痛い、されるがままザウルス、首ハエザウルスがいる、来た、アルキン、旅してきたー、日頃の行い来たー、こっちにも門作っちゃおうかな、いいいい子だ、カモンビバン、カムバックビバン、ユグドラジルが生えたどうも、ラプトルの群れの多さです。最近、巷じゃラプトルの群れの多さと呼ばれていて、何この整理整頓がなされ、あーそうだ、子供作ろう、早く。え、ちょっと待って、これ、まさかさ、現実世界じゃなくてアーク起動させてる時間ってこと？マジかよ。ね、ビバーン、なんで捕まえたんだっけ？あ、木材を集めるために。かわいいやつだぜ。ビバーンザウルス。京一郎は一月、500時間アークして足腐った。なるほどね。じゃあ、今から寝ないで500時間やるわ。マジで。俺500時間だったら寝ずにできるのね。20日間ぐらいだったら寝ないでいけるから。一応世界記録なんだけど。燃えてる恐竜出てきたらどうするんですか？なんで出てきてもいないさ、そんな燃えてる恐竜の心配しながら生きてんの？キユーミンどもが。彼女もいねえくせに俺エッチできるかな？初めてのエッチで大丈夫かな？どう立ち回れるかな？まず彼女作ること考えようぜ。どうも、純一です。なんか軍団かっこいい。ちなみにですけど、今からこの軍団倍にします。俺にはどこにラプトルがいるか分かっている。なぜかって、俺はラプトルの長だからね。さらに捕まえに行く。このレベル262のラプトルを捕まえて。ちょ、俺マジで今回ラプトルで全クリするわ。もしさ、ラプトル100匹捕まえられたらさ、その軍団だけでいける？マジで。100匹捕まえても無理なの？じゃ意味ねえじゃん、こいつら。毛虫じゃん、ただの。あ？なんだこれ。あ、ウンチングザウルスだ。こいつね、肉の塊なんだよ。洞窟でキッチンいっぱい掘れます。ね、引っ越せ、ちょっと！なあ。じゃ今からさ、新拠点をちょっと考えよっか。おー、さらに HP。もうがっつり行っちゃっていいっすか？がっつり。もう、ハードコアとか関係ないくするために HP を今から3000にする。俺自身の。文句ありまっか？超アルファ味方にするモッド入れて、マジで。で、このレベルだったらさ、アルファラプトル勝てるかな？レベルが低かったらいける？火力がねえな。てか、モッコ最低70しか入んねえのか。T-Rex の攻撃とか1000超える。1000超えるしね。ちょ、内陸行く？全然まだ探索してない。絶対水辺がいいかな。いやー、テリジノがいる。テリジノがいる。うわ、なんだっけ、あいつ！あいつやばいよね！バリオニクス、レベル30か。いける？勝てる？言ったかね。はい。ちょっとね、僕、T-Rex 行きたいんすよ。うわ、この辺いい、めちゃくちゃ。ここ住みてぇ。目がランランと、幼少期の、思春期の頃の俺になってる目が。この辺クソよくね？みんなこの辺どうよ？ん？ん？ラプトルか。完全に俺を標的にしてるな。君たちさ、その程度のレベルでさ、僕に勝とうとしてるって本当？ま？俺はでも断言できる。その移動中に、ね、足が遅すぎて、あの亀が死ぬ。そう思わないかい？みんな。パキケファロサウルス来たー！頭クソ勝てんだよな、こいつ。やべ。これ恐竜が気絶したらどうなる？うわ、ラプトルがめちゃくちゃいる。40、15、20。ラッキーだったのか。レベル150のラプトルを捕まえられたことは。本当は全員テイムしたいけどね。
大雑魚が、薄バカゲロウが。何ですかこれ。え、これ何ですか。これ薄バカゲロウですか。人間を食ってる。俺以外に人間がいるってこと。という設定なんだ。え、これ乗りながらできるの。そんな便利なこと。いや、F 降りちゃう、降りちゃう、降りちゃう、降りちゃう。降りちゃう。これ邪魔だね、俺。サウスポーに転向。バインドキーを変えればいいのか。N にしよっか。はいはいはい。何この巨大ウンチングザウルズは。こいつクズだよね。あ、待てよ、ディプロドックス。ね、すっごい内陸まで来ました。皆さん。すっごい内陸まで来ました。来ました。ちょっと待て。これやばいわ。今何の肉食がいた？ねえ、もうこの辺でいいんじゃねえの。なんで金属鉱石がないの、こんなに。お前か、やはり。やべ。バレたやべ。やるしかない。今こいつがもしレベル150だったらって考えたでしょ。俺も考えたよ。ねえ、ちょっと待って。ねえ、すっごい俺が住むべき場所ここじゃない。ねえ、俺が住むべき場所ここじゃない。ここ。このゼルダの伝説でさ、オカリナ吹いてるところ。いや、その先にはテリジングザウリングがいる。ねえ、これ伝説の木の下。でも、やべ。これマジでやばい、こいつ。あぶねえ。今の鳥が、ちなみに地上最強に強いです。びっくりした。伝説の木の下いいけどさ、別に、最初の位置と変わらないんだよね。もうちょい、こっちを攻めますか。おえ。急に T-Rex が襲ってくる可能性もゼロじゃない。正直な。だったらなぜこういう形で探索をしているか。スリルな、スリルですよ、スリル。やべえ。なんか、今ワニいなかった。待って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 、なんかいる。これ何？この正面にいるやつ。気にしないザウルス。ラプトル。鳴き声でわかる。低レベルにします。テリジングザウルス。45。ちょっと強いな。しかもあの鳥もいる。うわ、本当はさ、これで、この青い、鳥て、青いやつ鳥てえけど、テリジノが3メーター先にいる。テリジノは頭突きで騎乗貫通してくる。なんかあったね、そういう。あ、水晶じゃないこれ。でもさ、これ持って帰れねえんだよな。あ、金属もある。いや、この辺悪くない。でも水がない。な、時にみんなよ。あの青いさ、資源取れるかな？絶対に落ちて死ぬ、確かに。ここはやめます。マップにピン刺そう、確かに。ピンはどうやって刺すの？あ、見えない上が草！あとどんぐらいなの？あ、降りてきてる。いや、これリスクを取っても、M は2回連続でピン刺せる、OK。え、押せない。ごめんね、アヒル口で可愛い顔しちゃって。あれ？待て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 。いや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 。じゃあもうダメだ。これは死んだ。ね、これ乗りながら取れないよね。何がいらない？これいらないね。アラネオモーフス。アラネオモーフスは肉がいらねえよ、こんな。言うほどじゃね？あ、くしっと。こんな一瞬でさ、目の前にさ、T-Rex がひょんと現れてさ、ひとかみでザ・エンド。この辺めっちゃいいし、水は、ここだ、みんな。もうやめよ。もうやめる。沼地だからヘビもいれば、
何がやばいってさ、移動の過程で沼地を全員で抜けてこなきゃいけないってのがやばくない？あれワニかな。このね、ババゴンガがクソ強いんすよ。ワニとヘビとピラニアがいる。この速度で抜けれたらなんとか逃げれるけど。なんだこの勝ち込みザウルスが。霜降りザウルスして、4000来た？常に HP は満タンで。4024来た！やっぱユタラプトルなんですよね。てかもう、ラプトル以外全員殺そっかな。あいつら足でまといだ。あいつらを守るために俺が死ぬことになる。食べちゃおっかな。何よりも、あの亀。あの亀を連れて沼地を越えれる気がしねえ。あそこが第一候補。第二候補、第三候補。ね、そろそろさ、はい、後輩できないかな。で、ここに収まる。はい、お疲れ様。はい、一発。え、帰ってきてすぐに後輩してる。最高かよ。あ、子供いる。あ、子供いる。子供がいる。絶対食われない。今回は。攻撃的じゃないよね。みんな見て。受動的だからね。受動的ということはこっちが攻撃しなきゃ何もしない。日本語わかり？いい子だ！見せてみろ！しかもレベル272の方が子供産むぞ。なんだこの軍勢は。世界を変える軍勢だよ、これが。軍勢って呼んでる。軍勢のパンティーって呼んでる、俺は。すぐ俺が、T。やべ、早く決めなきゃ。こいつ、軍勢ザウルス。レベル生まれた時で150だと。大丈夫だな、飯食ってるよな。もう20個食ってる。こいつ、グンロズザウルス。グンロズザウルズ。あっ！もうこんなに大きくなっている！メスとオスいいね。メスもっと欲しい。もう赤ちゃん産めそうな体してるね。2分前に生まれたのに。これさ、赤ちゃんの成長速度さ、遅めに変えてさ、だってそのバランス難しいな。擦り込みしまくっちゃったらさ、簡単に強くなっていくけど、一回もできないのはちょっと寂しくない？あ、擦り込み限界あるんだ。擦り込みは全ステータス 20% アップに攻撃力と防御力 30% アップから設定変えた方がいい。また一回はやりたいよね。せっかくやってんだから。え、もうこんなに大人になっちゃった。寂しいもんね。さっきちょっと鎌使ってみて。はいよ。超繊維取れる。最高。鎌かよ。おい。400。600。もうね。もう二度って一生いらない。一生分の素材ゲット。一生分の繊維、ね、来ちゃダメだよ、お前ら。ま、いっか、パパと一緒に遊び行くか、今日は。散歩の時間も必要だ。子供たちには。で、狩りも教える。こうやって殺すんだよ。わかった？行け。まだあれか。え、なんかお前色白かったんだ、お前。はい、スタッキングザウルス来た。もうスタッキングしたら、もう俺は動けなくなって、どうすればいいかわかんないのね。一発殴るしかないか。怒らしたね。え、しかもビーバー食うのかよ、意外と。え、飼ってる猫がネズミ食ってる時と同じ気持ち。無抵抗じゃなく中立にして、することによって攻撃されたら攻撃します。口笛メニュー覚えた。何言ってんの？え？何やってんの？何してんの？この人たち。何これ、令和の大将軍ザウルスたちは。今何したこいつら。決めた、みんな。おい、このまま行くわ。このまま移動するわ、こいつら全員連れて。おい。平成の大移動ザウルスするね。今から。誰で行くか？誰乗るか？ラプトルだよね、俺は。大名行列ザウルスで行こう。行くぞ、皆の衆。ちょ、荷物もちゃんと持ってこう。ラプトル乗って C キーで村にバフかけれる。
あい、あい、あい、あい。移動すんのやめよっかな。ほんで出れなくなって、ここで餓死する運命なのね、俺は。どうしよう。攻撃的な笛外した方がいい。これなんだけど。殴るか。殴りたくねえけど。ごめんな。わざとじゃねえぞ。全員死ぬね。わかるよ。だって俺まだ、口笛理解してないもん。必要なものだけ持っていこう。お前は10トンぐらい持っていけるから。体力200しかない。金毛だよ。そこが金毛でよくない？みんなどう思う？そこが金毛でいいよね。絶対途中で死に耐える？そんなことない。麻酔薬だけ俺が持っていくわ。世話になったな。最悪これは全部なくなったとて。目標は、皆さん、あの沼地の手前。どうしよう、敵倒していけ。中立で、なんでこいつら中立なのに攻撃すんの？バカなの？肝なの？肝だよ。俺が攻撃的なボタンを押しちゃったからか。あとちょっと待って、あのさ、お前さ、お前、お前、離れてこい。くせえ！はい、行くぞ。えい、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 えい！いいね、いいね。おい、みんなついてきてるか。俺から離れんじゃねえぞ。この原始的な移動どうすか。うん、絶対スタックするだろうね。早くももう亀がだってなんか変なとこに、もう亀邪魔すぎる。もう亀邪魔すぎる。でもあいつも一生懸命なんだ。こんな一生懸命やってるやつをさ、置いていけるかっていう話。親殺しザウルスだよ、だって。で、有事の際には、ガンガン切り捨てて、後で迎えに来る。で、敵は基本戦います。全員来てるよね。ねえ、少なくない？ラプトル。ねえ、待って、全然来てない。くそ。何してんの？お前ら、マジで。ねえ。飛ばすよ、マジで。絶対こいつら死ぬじゃん。お前らを運ぶ旅でもあるんだぞ。はい、はい、はい、はい。あ、くそ、親殺しだ、遅い。いや、めちゃくちゃ遅い、あのデブガメ。ちょっと遅すぎ。渡るぞ、海。何してんだよ、お前ら。こっち来い、バカ、おい。お前らバカなんだから。親殺しザルさ、来てるね。今攻撃的な指示出したら終わるからね。あ、絶対スタックする、これ。なんで、なんで、なんで攻撃してるの？なんで、なんで、なんで攻撃してるの？なんで、なんで、なんで攻撃してるの？ルンルンルン、ルンルンルン。いや、この卵取ったら怒るとかねえよな。俺取るよ。ね、これ無精卵？有精卵？どっち？攻撃してくんの？あ、
卵取ったからだ。無精卵やん。お前だから射精した精子盗んで怒るようなもんだよ。クソキモいね。親殺しだるさ。来てるね。いや、ちょっとストップ、テリジングザウリングがいる。銃。やるしかねえ。シュンコロザウルズ、数の暴力でいけんな。今俺一撃食らったよね。今脳震盪起きてるよね。で、以上のことから分かるように一番強いのはステゴザウルスです。ステゴザウルスめっちゃ強い。できればステゴ殺して、後でステゴ殺しの旅ねえ、子供盗もう、加藤純一式テイムしよう。で、このもうちょい先でよくない？ウェイポイントが近いし、みんな来てるよね。親殺しザウルスさえ見捨てていければ、俺は結構余裕なんですけどね。もうそんなの、あいつがいないうちのチームなんて、もううちのチームじゃないから。いや、これ沼地の先まで行くか、これ。あの、ウェイポイントに近ければ近いほど強いよ。ね、ビバーンがとんでもない速度で行っちゃった。おいで、カモンビバーン、カムバックビバーン。ね、ビバーンがとんでもない速度、とんでもない速度。いける。いや、めっちゃスタッキングザウルスしてる。何やってんの、何してる、どうした、え、何してんのこいつら、マジで。やっべえ、スタッキングザルスしてる。いや、もうここでよくねえかと思ってる俺。移動した意味ないかな。え、沼地超えるか。じゃあちょ、まず沼地の何が嫌だって、絶対にスタックするのね。ここから先切り捨てていかなきゃ。まずもう一人カメがいないので。やべ、すげえノリで来ちまって、すげえ後悔してる。ね、あそこにゼルさんのさ、胎児のもうあそこにゼルは本当に。みんな決めた、あの勇者の丘。いや、もう勇者の丘でいいわ。おい、プテラノドンが 400m 先でスタックしてる。本当に死ねえよ、あのクソクソダノドン。なんで赤ちゃんザウルスがついてこれ、親殺しザウルスたちがついてこれてさ、プテラノドンがついてこれねえんだ。後で迎えに行く。ん、目の前で何摂取してんだ、これ。おい、ストップ。してる。ちょっと待ってね、帰ってきて。一旦集合、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 一旦集合。これ胎児の下元に集合。待っとけ。 600m 先。何今のダメージ。だいぶ向こうでスタックしてたね。このスタックとかいう機能がマジで怖え。いらねえ、ほんと。道中モンスターに殺されるとかってわかるんだけどさ、プテラノドンいらない？おめえの方がいらねえよ。プテラノドンに食われて死ね。いるっつってんだろ。いらねえモンスターなんかねえんだよ。全員いるの。プテラノドンよりいらねえやついっぺんいんだろ。お前さ、よくも、お前、なんだ、おい、やってやるよ、じゃあ、おい。待ってるぞ。何してんの、あんた。かわいそうに、ほら、こっち。よし。何を恐れているんだ。怖いものなんてない。
ソルクソルギゾウが怖くない。ねえ、なんで、何やってんの、そんな空中から、そんな空中からしちゃダメ。おいで。オッケー、偉い。引っ越し完了。悪い場所じゃないんじゃない？どうよ、みんな。卵見えなそう。ね、あそこの芝刈る方法を希望ぬ。土台作ればいいのか。うわ、虫による被害やばそう。頼む、助けてくれ、ドン。ドーン！ただいま。ああ、よかった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 。じゃあ今からお家建てまーす。なんとですね、皆さん、木材がないんで、この伝説薬杉切り、薬杉切り倒すしかねえかもしんねえ。ここが気に入って、このね、場所に住むのに、いい？そんなことをしてしまって。あ、ビーバー使う。ねえ、ちょっと今ここで子供を産むのやめて。ビーバーのサドルを作ろう。みんなビーバー。うわ、ビーバーの名前なんだっけ？カストロイです。よく知ってるね。んでだよ、わかんねえ、この意味がわかんねえことしやがってよ。カストロ、作業台。あ、金属の、あ、全部ない。じゃあもう、これあれだ。素手だ。素手マンだ、俺。俺、素手マンって名を馳せてるんだね。土台。落ち着け。大丈夫、絶対に。このタスクこなせる。で、土台の場所もわからなくて、今か、結構ピンチなんだけど。木材、繊維。木材が圧倒的に足らない。いや、この伝説の薬筋をもう切り倒したい。圧倒的木材不足。地獄。地獄極楽落とし。こんな地獄極楽落としのことある？とりあえずトリケラで取れ。トリケラのサドルもない。言ってんだろ、地獄極楽落としだって。すごい見切り発車でここまで来たって言ってんだろ。もう狭い家はやだ。水分もらんない。もう夜も来る。やばい。一旦とにかく支柱作ろう。口笛放浪で木を持ってくる。嘘でしょ。でさ、で、この大木を中庭にして囲うように家作ろう。どうそれ。1000LDK。ビーバー放浪したらこの木切る。超ダリー！おい、ユグドラシル切んなよ！じゃ、放浪できないじゃん。いや、なんか知らないけど、めちゃくちゃ持ってるこのバカ！くたばれ！動けない。何このウズバガゲロ。こいつウズバガゲロだよね。うわ、木材めっちゃ集まってる。大木囲って壁作ったらビーバー入れなくない？ジャスティス学園。This is プロ野球。それをします、今から。ただ、それをするのに10年かかりそう、マジで。10年かかりそう。年税がかかる、年税が。いや、でもここになる中庭めっちゃ良くない？ねえ。ほんでさ、中にさ、親殺しザウルスと、ねえ、閉じ込めて、そのでかい木一回殴ってみてくれ。もしかして切れない木かもしれない。オッケー。全然切れる。サクッといけた、今。ねえ、この木って生えて、また生えてくるみたいな、ことない？もうない？マジか、じゃあ絶対守らなきゃ、この。このビーバーンだけついてきてもらって、追従切って、いけ、ビーバーン。ねえ、待て、お前、薬杉、切りに行ってない？ねえ、お前、まっすぐ、薬杉行ってない？まず見てみよう。一撃かよ、ちょっと待て。おい、こいつの牙が薬杉一撃で倒すんだけど。やばすぎだろ、お前。このユグドラシやられたらマジショックなんだけど。これが気に入って俺ここに住むことを決めたのに。大
タイトル、自然との調和。どこの自然との調和。自然との調和じゃん。もうなんでスタッキングザウルスになってんだよ、お前。メジョベリー。こういうね、トム・バイヤーのサッカーテクニックスも使うんですよね。んでさ、ビバーンの様子を見に行きます。いや、悪い場所じゃないよ。お前は最高だ。いやいや、乗ってきた。お前絶対間違ってもこっち来んじゃねえぞ。どこ行け。足が腐り始めてきた。皆さん。これでさ、このユグドラシで倒されたらもうここに住む意味マジでねえからな。あいつ狙ってんだよ、でも。好きあらば。ほら、来てる、来んだ。もうちょっとビバーン向こうにも持ってくか。さあ、好きにやれ。ねえ、サドル作ろう。大丈夫、サドル作る。ちょっと待って、一回囲もう。ライトアップとかできねえかな。ね、めちゃくちゃ暗い。ユグドラシルのせいでさ、日の光が入ってこない。俺こんな真っ暗な中やるの？焚き火置こう。そうだね。おー。ビバーンが来てる。怖えよ、あいつ。ちょっと待って、ビバーンが今にもユグドラシルを倒そうとしている。ちょ、ビバーン、ストップ、ビバーン！ちょっと待って！ビバーンダメ！マジダメ！加藤さん、いい気ですね。いい気だ。おし、淡々と。ちょっと待って、ビバン！あぶねえ！こいつ。ちょ、ビバン、お前こっち来んな、マジで。今完全に狙ってたよね。はぁ、怖かった。帰ってくんじゃねえぞ。まずはさ、ラプトルたちを、超レベル上がってるし、マジで。やばすぎ。キモすぎ。こいつら、最高。3000！ ねえ、ビバーンがまた来てる、こいつ。で、本域スタックザウルス来てるから、今これ。ジャンプ着地。ごめんな、お前ばっかり働かして。クソ集めとる、マジで。やば。ビバン、ごめん。カモン、ビバン。やべ。俺を動けなくして、こいつ。狙う気だ。いずれ、木貯損した。最悪。な、ビバン、ちょっと待って。それダメ。それだけダメ。絶対いつかさ、知らないうちにさ、ビバーに食い殺されてるだろうね、ここが。とりあえず囲わなきゃ。もうこっち来て。はい、ピッピ。ピッピ。おい、何してんだ、親殺しザウルス、ザウルス。動け、ほら。ビバーン？よし、いい位置だ。うわ、すごい、できてきてる。ユグドラシルハウスができてきてる。待って、ビバン、ちょっとビバン、ストップ、ビバン、ダメ、ビバン、ダメ。ビバン、それは友達だ。怪我は友達。いや、これ10個あればユグドラシル囲える。そしたら、いけますぜ。こういう家住みたかったんだよね。あそこの段差気になるな。もうちょっと綺麗にならないもんかね。おまんら、本当に邪魔。すごくうまくいってない？この作戦。餌箱も作る、待って。今じゃねえ。今はこの、すごい非効率的なことを効率的にやってるから、待って。本当に意味のないことやってんだけど、今。こんなところに作らなくていいし、この木なんかもう倒しちゃってもいいんだけど、それをしちゃったらさ、おいで。おいで、コスメティックザウルス。これが重量で攻めようか。じゃねえかよ、おい。すごい邪魔。ああ、すごい綺麗。でも待って、ビバーンどこにいる。
や、この状態だったら多分ビバー来ねえぞ。まだ油断しないけどね。全然働いてない。なんで働いてないのこんな。どうしたんだビバン。近くに気がない。なるほど。働きたくないわけじゃねえ。そういうことだな、ビバン。うわ、めちゃくちゃいい。来た、マジで。雰囲気クソよくない？ねえ、これどう？みんな、羨ましいでしょう。ちょっと雑草残ってるからリアルでいい。ねえさ、ここにスロープ欲しくない？ねえ、この木を装飾しよう。たまにセーブしないとフリーズする。うん、すぐ保存します。段差をさ、スロープにしてスッていけるようにして。おい、てめえ、うちのビバン、お前ほんと殺すぞ、お前。いい家だ。ほんで、いや、お前来んな、マジで。ビバンいじめんのやめて。あ、なるほど。あいつが守ってくれてた。ビバン、ついてきて、お前。お前の仕事は、ここでしょ？好き勝手やりなさい。いや、びっくりした。完璧だ。ほんで、もうちょい土台作って、囲んで、で、壁立てて、ここ家にしよっか。カエル有能なの分かってる。カエルで俺さ、だってバリオテックス捕まえたもん。カエルでジャンプして、そのジャンプしてる間に主観視点にして、弓構えて撃つみたいなのやったよね。ドブガエル。いつか捕まえる、あのドブガエル。捕まえ方を忘れてしまったんですけど。さあ、ビバンの様子見に行こうか。いっぱい集めていることでしょう。ちゃくちゃ集めとりますやん、このダボハゼ。超集めてるし、キモ。最高かよ。もう一歩来て、パラサウロロフス。もう一歩だけ前来てもらえる？来てくれた。最高だよ、おい。猫すぎ食いつくせ、ビバン。藁は、8個できるね。あとなんか、なんでプテラノドンがここにいるの？で、赤ちゃん、えぇ、ビバーンが、ビバーンが殺されてる！なんで？やばい！ビバーン、あ、ビバーン！誰だ、ビバーンやったやつだよ。ぶっ殺してやるよ。あいつを許さない、俺は。絶対に。また捕まえなきゃ、くそ。なんで攻撃しちゃったんだろう。今まで共存できてたのに。あー、ディロフォに攻撃されて。で、ビバーンの亡骸どこにあると思う？めんどくさ、こいつ。ね、ほんとに立地が悪い。マジで。今あった？どこ。ビバーン復活させろ。使う？初めて。マジで、てめえ、この腐れザルザウルス、てめえ、おい。食い殺すぞ、お前、おい。何この腐れザルザウルス。お前、引き紙しちゃうぜ。アーク必殺の。俺、ビバーンに蘇らせるからね。ちなみに。ちなむと。ちなんでいい？ちなまない方がいい？あいつこんなに集めてたんだな。ほんとだよ。許せないよね。ちょっとビバーン、捕まえに来て。土台あと何個必要？あそこも土台にして、でも、なんか樹木とのスロープが必要だな。まずスロープ作ろう。アドベの屋根、スロープ階段。木の屋根、スロープ。なんかアドベってわかんないからこっちにしよう。どうすか？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 うわぁ、ビバーン死んだの悲しい。復活できねえかな。簡単に復活できたしない？捕まえた方が早いって言うけどさ。でもビバーンはもう帰ってこないんだよ。課金しなきゃできない。俺ビバーンのために課金していい？そのレベル。どこに入り口作るよ。やっぱこっちだよね。いや、壁あった方がいい。やっぱり。ビバーン捕まえた時にストレスになるから。待てね。1、2、3、4。ここに作って、で失敗していて、すでに。すでに失敗をしていて、いつかまた、増築するときに、考えよう。どうよ！どうよ！ただ、ビバーンがいなくなった今、俺はどうやって木材を集めるんだ？あいつ重要だったんじゃねえか、めちゃくちゃ。ふざけんなよ！帰ってきてくれよ、ビバーン。てめえ勝手に家の中入ってきてんじゃねえぞ、この腐れ恐竜が。そんなに住みたいか、ここに。
お前ごときじゃ無理だ。され、恐竜。うわ、なんか良くない？なんか良くない？なんか良くない？みんな。あ、高さが違うせいで、すっごい大変そう。これなんかうまいことできないかな、みんな、こう。ハーフ壁ある？3階、もちろん10階建てにする、こう。半分の高さの、あれがある、オッケー。壁。壁掛け照明。壁掛け照明！ないの？木のクォーター。これか。いや、俺完璧なる家にするよ。悪いけど。で、木のクォーター壁を、おーほほほほほ、しょうがないね。え、これ良くない？こういうことでしょ？いや、そっか、確かに窓の高さを合わせるために、全部やり直しじゃん。超ダリー、マジで。下にやるってことでしょ？全部やり直しで超めんどくせえんだけど、でもやれば良くないって思ってる。俺は。あ、でもそうしたら、俺の身長が低すぎて見えないから、やっぱこうだよ、みんな。いや、ここハーフにしたらさ、背が、ものすごいちっちゃいあれになっちゃうよ。ここでしょ？で、上を閉じればいいか。ひとまずこれでいこうか。いや、でもユグドラシルハウスが出来上がってきてる。見て、これめっちゃ良くない？めちゃくちゃ良くない？過去一いいよね。いや、でもビーバーンが死んだのが痛すぎる。木材が集まんね。捕まえに行くか。もう一回。ビバーン2。ビバーン2。ちょっとビバーン2捕まえてきていい？自然との調和とか言ってらんねえぞ。ね、お前食うんだマジ。食い殺すぞてめえ、おい。いや、マジでこいつ殺して。いや、ちょっと。ちょっとだるすぎる、マジ。お前が一番いらねえんだよ。お前殺すわ、待って。俺の整理戦闘邪魔するんだったら、お前は、真っ先にこの世から消す。どうせお前に吹っ飛ばされて、お前待って、ちっちゃいんだろ、この腐れてけどが、おい。毒腐れ生命が。お前はさ、内側に入り込むと何もできないゴミなんじゃん。金玉をメインで殺していく。さっきさ、なんだお前の数が。おいで、クールボー。全員いる？ちゃんと。トリザウルス、プテラノドン、オッケーオッケー。ビバーンがいなくないですか？悪いやつじゃなかったよ、あいつは。あいつ、殉職だ。できればこのユグドラシルの、おー、いい！めちゃくちゃいい！シャニムにいい。ほんで、まださ、お前持ってなかったっけなんか。お前、持っとるやんけ、ボケー。川なんていくらあってもいいよな。なあ！石の矢は地味にでかい。これ作るのめんどくせえから、うんこくさいのね、これ。めっちゃ。やべ、気絶する。ちょっと待って、今ビーバーいた、ビーバーいた、ビーバーいた。ビーバーじゃねえわ、カエルだ。なんで今若干水飲むことをためらったの？おだく？これが。カエルの捕まえ方わかんない。頭ぶん殴って、あれだっけ？あの、空気袋を引きちぎれば仲間になるんだっけ？ほんでさ、お前何やってんのお前。怖い。なんでてめえついてきてんの？一回戻るよみんな。俺のことは好きなんだって。来ちゃった。赤ちゃんザウルス。体のでかい赤ちゃんザウルス。赤ザウって呼んで。元いた拠点からここまで来る道中に子持ちのビーバーがいました。ありがとうございます。情報ゲット。ん？ん？ん？何これ？ん？なんかテリジョンちっちゃくないこれ。待って、親テリがいるどっかに。待って、親テリ死んでる。え、これテイムできないこれ。タナボタザウルス。これが。でも、スタッキングザウルス。どうすればいいこれ。これ、イヌキザウルス。これ、百花繚乱のお友達マシマシザウルスだ。ね、でも、本当にスタックしてる。一旦セーブして、ロードしよう。今なんで死んでたんだろう。
大丈夫だよ。パパは死なないよ。ねえ、ちょっとこいつどうしよう、みんな。うわ、死にかけてるし。待て、パパが絶対守るからな、お前らのこと。ちょっと待って、まず餌をいっぱい、こいつ餌無限に食うから、今。とりあえず餌、とりあえず餌。一匹だけでも。一匹だけでも。いや、でも、正直ごめん、まびいたおかげでいけそう。来てる、テリジノが来てる。テリジノ来た、テリジノ。マシンガンテイム来た、マシンガンテイム。あ、来た。なぜかテリジノテイムできた。しかもさ、こいつはさ、俺が親を殺したわけじゃないから、こいつ俺の命の恩人だと思ってるから。恩人ザウルスだ。こいつ命の恩人ザウルスだ。で、テリジノの、あれ作ろうぜ。サドル。作業台が必要なんだ。待っとけ。絶対にお前を、俺が生かす。いや、めっちゃ食ってるこいつ、バカかよ。最高かよ。こいつがママ、テリジノの。ママがいっぱい取ってきたからな。おい、ビーバーン、帰ってきてくれ。木が必要なんだ、今。やっちまった！逃げろ、ビーバーン！許して。全員で食い殺せ、この種族を。黄色ダメなんだっけ？な、餌箱欲しいね、そろそろね。黄色おいしい？美味しいものをなんか上質なものを食わしたい。育ちのいいテリジノにしたい。白と黒がダメ、オッケー。了解。でよ。うん、餌箱作りたい。ね、全部木が必要なのね。何が痛いかわかる？ビバーンが死んだら痛すぎるってこと。今から餌箱作ります。でも餌箱作るのに多分、作業台がいるの。で、作業台がいるのには、金属のインゴとか必要。テリジノ乗れないんだよね。乗りてえよ、俺だってこいつに。たまだアカンバウなんだ、アカンバウ。こいつアカンバウなのね。この辺の青くてうまそうなやつを全部テリジノにあげる。これ死ぬほど食え、お前ら。でかえ？あの時僕が助けた鶴ですか？本当に、これ。はい、加藤さん。あの時は助けていただいてありがとうございます。僕こんなに大きくなりました。本当ですか？あの時の？そしてすぐ近くにいる。マジで怖すぎる。ねえ。ねえ、怖すぎる。ねえ。うわ、兄弟で、なあ、もう。ねえ、あのさ、この親テリ、ねえねえ、ちょっと待って、完全に俺のこと殺しに来てる。やんのかよ、てめえ、おい。またぐなよ。おい。またぐなよ。青い実食ってない？嘘。なんで青い実食ってねえの、こいつ。お、またぐなよ、おい。お、またぐなよ。またぐなよ、おい。またぐんだ、いいよ、じゃあ。またぐなよ。超親殺しザウルスもさ、申し訳程度に攻撃しに来てんの、かわいい。今来てたよね。クソ足が遅かっただけで。え、ユタカラプトルレベル200になってんの？作業台を作るために、金属のインゴットがいるんだよ。金属のインゴットは、かまどが必要で、わかった。まずはかまど、今ちょっと非効率的なんだけど、かまど作ります。木材、火打ち石石。あ、金属鉱石7あるからいけるわ。かまど作れるわ。作業台作れるわ。石がねえのかよ。石自分で使って取ってこよう。やべ、脱水死ぬ。パイプでさ、あれも通したいね。水も通さなきゃ。金属はね、場所が分かってるから、もう、少量ずつ運ぶ。効率的でないのは分かってるけど。ね、パイプで、そのまま繋いじゃおっか。た、それはまた後の話。ユグドラシルハウス、マジでクソ良くない？ここ。行くんじゃねえよ、チンカス。いるんだろ？チンカスザウルスが。457だって？やばくね？いけるやん。はい。ほんで、
木材入れて、鉄鉱石入れて、これでいいんじゃない？金属は足りないよ。2個で1個できるから、ただ、金属の場所分かってるんですよ。今からそれ取り行きます。そのためにここに来た、俺は。で、ね。がっつり腐らせる。俺は。がっつり腐らせザウルスザウルス。がっつり腐らせザウルスザウルスの後は、お肉もう持てないザウルスじゃん。こっちに乗っていこう。おう。ものすごい勢いで腐った肉がふえふえザウルスだね。あ、で、見てみよう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 。ちゃんとできてるか。できてるー行くぞ。皆の衆よ。で、こっちの方向に金鉱石があるんで、ね、金属のインゴットが。本当はそこをさ、ねじろにしたかったんだけど、できませんでした。理由は、ここを越えられる気がしませんでした。そして、あそこの緑の、得体の知れない化け物。これを取るべきかどうかは、皆さんとゆっくり決めたいと思います。さて問題です。これを取るべきでしょうか？取らないべきでしょうか？ねえ、どうしよう。ちょっと助けて。なんで来てくんないの？焚き火？いや、焚き火なんかできない。一回止めるわ。あ、終わったわ。プテラノドン来てくんねえし、ヒルが100匹が体に張り付いてる。しかも追従距離が長すぎて指示が出せない。ヒルに喋られてる間ってさ、これこのままさ、ヒルに喋られ殺されることある？いや、焚き火置けない。素材を持ってないから、松明もぶっ壊れてる。走ってイグダラシルまで帰るわ。この勇気が全てを分けるんだ。この勇気だ。どうする？オーナーがさ、昼まみれで帰ってきたらこいつはびっくりすっかな。加藤さん、何があったんですか？何もなかった。何もなかった。ザコが二度と来るな。加藤生物が。なんかでも設計図布の分金色だけどね、ゴミしかねえじゃねえかよ。なんでこのリスク取ったの？まだヒルがいる？加藤生物が。あー、すっごいダメージ。ものすっごいダメージ。ねえ、環境ダメージがえぐい。これ死ぬな俺。解毒薬がないと治せません。どういうことですか？俺今梅毒かかってる。え、俺病死する。このままじゃ、ちょっと一回、このままじゃ俺病死する。この病気が俺の体を蝕む前に解毒薬を作って治さなきゃいけないの？病気なんか治したことないんだけど。死なないけど、すべてのステータスがめっちゃ下がってる。どうすればいいんだ。得たものに対してさ、失ったものがでかすぎる。ねえ。自然とさ、治ったりしない？しない。解毒薬作るしかない。オッケー、わかった。解毒薬作るわ。とりあえず、延命。飯を食って延命しながら、これでいい？レアフラワー10個、麻酔薬結構、レアマッシュルーム。昼の血液、角？レアフラワーとレアマッシュルーム。海沿いにあるな。血だけでもいい。おい、マジかよ。こいつの追従距離を、見にしといて。何してんだ、何してんだ、お前！こういうとこでレアマッシュルーム取れんの？確か。ねえ、お前何やってんの？キモいんだよ、お前マジで。何だこれ、キモいの？
やめるわ、こいつで行くの。ラプトルで行くわ。ダメだ、こいつキモい。ダメだ。俺ね、こいつしかいねえ。で、認識は合ってるよね。川沿いにあるものだよね。ビーバーの巣に全部ある。取りに行くわ。いや、落ち着け。この辺で取れる。絶対。絶対この辺取れる。俺取った記憶あるもん。大体マングローブの木から取る。今の、ありました。今ありましただって。マングローブってどれ？つくしみたいなやつ。あ、これか。違う。まずはマングローブを把握するところだな。根っこが浮いてるやつ。これ？これ？これ？違う、これじゃない。あ、これっぽい。なんか、これじゃね？もう違う。いや、めんどくさい。あ、ラプトルは絶対に殺しとかなきゃいけない。何こいつ？やべ、めっちゃ強い。なんか赤かった。ね、なんで今赤かった？お前のラプトルの子供？なんで俺の子供が俺を攻撃してくんの？勝手に羽化して成長したんだ。もうビーバー行くわ。ビーバー一匹じゃきちいよな。逆にでも一匹の方がいい、今なる。二匹にしよっか。いや、全員で行くと、また事故るの、それはそれで。こいつクソ強。こいつ連れていく。勝手に子供つくんじゃねえよ。ワンチャンビーバーの子供も捕まえてくる。いいわ、これ。くっそ、なんであんなゴミみてえな宝物を取るためだけにこんなリスク背負ってさ、何も得られずにさ、梅毒だけもらって帰ってきちゃったの。最悪じゃねえかよ。まあでも確かに死ななかっただけ儲け物だ。そう思わんか。だってもう死んだと思ったでしょ。俺は思ったよ。あれバービーの巣じゃない？一個確定である場所知ってんのね。ビーバーの巣。そこまで戻ろうと思ってる。で、途中でアルファラプトルに襲われたら、こいつを生贄に逃げるわ。理由は勝てないからです。で、この2匹いたらさすがに勝てるよね。バービングザウルスにも。すげえ、子宝に恵まれてる。子宝に恵まれザウルスだ。こいつら。この川沿いだったよな。怖え。君のパパたちは僕が食べたよ。ちなみにね。なんだかんだバカにされがちだけど、ラプトル強えな、やっぱな。多分ね、ここにいた、前は。いや、でもどこにいるかわかんねえ。触った瞬間に来る。じゃあ一回わざと開いて速攻ラプトルに乗り直して、ほんで倒してから漁る。来てないよね。木材全部捨てていい？オッケー。前テイムしたビーバーがここの家主。なるほどね。あと何が必要？マジックマッシュルームだけだよね。お前、俺の島で何やっとん、お前は。うわ、よかった。とりあえずは。しかもなんかセメントのおまけ付き。いいね。あのビバーンの、が、形見だったのか。ああ、なんか知らないけど、見つかった！やったー！日頃の行い来たー！これ日頃の行いザウルスだ、多分。多分そうだよね。徳を積んだ結果だ、俺が。いつもボランティアで。あっつ。海入りながら、時折海入って、海も熱い。なんで？これ何が今起きてる？これ天変地異？我々は滅びるのか？しかもなんか、麻酔屋とかも、ん？石鹸、水瓶石鹸。いや、ここ通るのやだ、マジで。ヒールいた、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 ついてきてるか？お前、ヒールと戦うな、あんなに。やべ！ワニもいる！やばい！ごめん、ラプトル置いていくかもしんない。マジごめん。見捨てるかもしんない、このラプトル。お前ら！よくぞついてきた。
正直今、あそこで襲われたら、俺は置いていくつもりでいたよ。やべえ、ラプトルにヒルついてる、足元に。これどうすればいい？ラプトルのヒル。ひとまず無視。右クリックで取れる。あっ、ね、あれ、テリジノ？ん？なんだあれ？ごめん、暗くて見えねえ。ちょっと下がりまーす。ワニはマジ。早く帰りたい。お家に帰りたいよ。ただこの沼地を越えないとお家に帰れない。病気が治せるぞみんな。頼む。ワニに会わないでくれ。俺ワニいたらもう見捨てるからね、仲間。よし。もう行くぞ。やった、帰ってきた。帰ってきた。しかも全部、病原菌を治す薬を手に入れて帰ってきた。めっちゃヒルついとる。ねえ、これヒルの取り方わかんねえ。いい長押し？火踏めばいいわけじゃねえんだ。やったぜ、できた。できた、みんな。もう一匹寄せてる？よっしゃー！しゃー！解毒薬を。ほいカンチ！長く苦しい旅だった。なんでさ、金属鉱石集めようってなってからこんなことなってんの？ねえ。おい。何も進んでない。よかった。知らなくて済んだ。生きて帰ってこれただけで嬉しい、俺は。俺は、生きて帰ってこれただけで嬉しいよ。それだけで十分だ。やっぱラプトルなんだよね。そんで、みんな、次こそ余計なことせずに、あれ取り行きます。お前さ、俺にやったら俺の仲間がお前のこと許さねえと思うぞ。そこんとこよろしく。それじゃあ、これ誤爆すんのマジ怖え。しかもテンパればテンパるほど誤爆の確率上がるのね。それ最高じゃない？いつかそれで死のうな。もう寄り道しない、絶対。絶対しない。いや、プテラで鉱石はまずいって分かってるけど、もうリスクゼロで行きたい。ここにあるんですよ、皆さん。うん、一個ずつ運ぶ、俺。それでいいと思ってる。まだ運べるね。いや、まだ運べるとか、そういうことすらしない。なんかさ、俺の先になんかとんでもない。意外と近くね？また行くぜ。これ今から100回やります。ご了承ください。100往復します。ここに陽光炉置け。でも運ぶのにまた時間かかるじゃん。作業台作って、鉄ピッケル作って、増やそう。摂取量を。ここでリポップするかな？ある場所はしばらくするとリポップする。ナイス。ナイス！ライス！動き出したんじゃないか。俺のアークが。俺のアークが動き出したんじゃないか？木材、石、皮。木材、石、川って覚えてね。石あと25件。早く。欲しい。もう、歯がゆい。マジでイライラしてる。ぶっくりしたい。夜意外と長いよね。でも俺はね、この夜の時間を短くしたくなくてさ。このイライラも楽しみたい。くそ、夜もっと早くしたいよって。それ込みよ。はい、いやよっしゃー。で、ね。この金ピケを持って、また、行くわけっすよ。金ピカ侍を持って。で、餌箱も作る。作業台で作れるやつ全部作って、あ、荷物持ちのプテラノドン連れて行きたいけど、絶対事故るから。で、プテラノドーンって、カーンって、なるでしょ。超取れる、マジで。最高。キモ。あの緑のところなんだろう？ボスかな？アルゲンも待って。まだ今はまだ焦っちゃいけない。じっくりやればよくない？何かに追われてるわけでもないし。テリジのサドル作ろう。あと金属3つ。はい
あと30個だ。25個だと思ってた。終わり。終わりの始まり。ってことは、60個必要なのか。加藤さん、今仕事が終わったんですけど、この木を囲んだおしゃれな建造物はどうしたんですか？まあ、大工の血だよね。センスだよね、これが。移動した甲斐があったね、住居を。お前なら飛べるよな。よし。キリッキリ飛べればいい。木材、革、繊維、火打ち石、石。木材、革、繊維、火打ち石、石って覚えてね。で、ちなみに、前回の記憶だと、海沿いにある宝ボックスから、これ1秒で手に入れてやってました。ズルだろ。ズルくない？俺は今回そういったズルも全くしてません。前回までの1分が今回3日かかってます。静かになるまで30分かかりました。暑いか。それが人の強さだ。覚えとけ。それがお前を強くするんだ。体力半分以下になってた。嘘。うせやん！冗談ですやん！うせやんザウルス。ビーバーはどこに行ったんですか？ビーバーは天国に帰った。早くテリジンを捕まえたい。あと10個。かまど、隣にしてえな。かまどここにしてえな。あ、ダメか、いけずやね。うわ、ここにしてえ。こうでしょう。あと3個。はい、できた。よっしゃ。テリジノは、こいつあれだよね。戦わないよね。重量で、持ち運びザウルスする？いや、戦えるけど、レベルが低すぎるから、これ重量にするんですよ。あれ？俺、間違えちゃった。クソ強えや。作業用ザウルスにするわ。消耗風材集まる。はい、1000個、みんな。はい、1000個。一振りで。ね、1000個です。今の一振りで。どう思いますか？今の一振りで1000個集めるテリジノどう思いますか？あと、このクソ登りづらい、これをどう思う？みんなは。天国のビバーンも、喜んでるだろうね。後釜ができて。いや、これ、ユグドラシル発展するぞ。何が怖えってさ、間違ってさ、このユグドラシル、ジャヒーとか言ってさ、触っちゃったらおしまいっていうね。おい、テリジング侍、超いいんだけど！俺は絶対に。プテラのドンイチが邪魔だ。おい、なんで？何が起きた今？おい、俺のユグドラシルどこ行った？お、もうここに住む意味ねえよ。おい、ここに住む意味もうねえよ。なあ。ここに住む意味がもうねえ。最悪。何が起きたかわかんねえ、しかも。本当に住む意味がなくなっちゃった。ねえ。本当に住む意味がなくなっちゃった。ねえ、これさ、ロードしたらどっからなる？いや、マジそのレベル。いや、マジでそのレベル。ユグドラシルをさ、生やす方法教えて、今から。土地だけあっても家がないよ。設定で建物と資源の距離変えれば生えてくる。ほんと、じゃあ、時間は変えずに、そ、設定だけ変えるわ。もう、で、ユグドラシルが生えてくることを信じる。いや、生えてくる、絶対。リスポーンの設定いじれば絶対生えてくる。オッケー。え、再生肥料で生やせるって何？再生肥料って。近くに建物があるから無理。ここに奇跡的にユグドラシル生えてこねえかな。いや、マジで引っ越そっかな、俺。ユグドラシルの里へ。いや、マジで、お、これ引っ越しだわ。そう、一個上にユグドラシル生えてるから。意外と、こんな簡単にユグドラシルが生えてると思わなかったんだけど、一個上にユグドラシル生えてた。結構びっくりしない？みんなも。
え、なんかでもここ場所がいいんだよな。見晴らしもいいし。いい場所だよね。いや、ここにすっか。おい。ユグドラシル2あった、この。で、この移動。あ、もうせっかくユグドラシルハウスできたのに。テリジノの自動採取切ろう、確かに。そう、テリジノがさ、シュパッとかやって切っちゃった。いや、みんな、ダメだ。俺のアークがその妥協しちゃいけない。俺今から本当にユグドラシルまで引っ越すわ、また。1時間時間くれ。1時間で引っ越してます。やる、俺は。やらなきゃ。で、土台全部回収して、一旦。一旦、ね。一旦ね、みんな。今からクソめんどくさいことするからね。あれ、ユグドラシルはどこですか？なもんねえ！夢見んじゃねえよ。超めんどくせえ、かまど移動すんのが。地獄かよ、おい。地獄の方がまだマシ。ねえ。これ地獄の方がまだマシじゃない？このかまどを全部移動すんの。で、向こう引っ越すじゃん。そしたらまたここにユグドラシル入ってくるのね。最高じゃない？だから俺は攻めないよ、こいつを。俺が悪い。俺と西川が悪い。西川じゃん、吉川だ。テリジの差しで勝てっかな。あのテリジの殺しとくべきだよね。でかくね、あのラプトル。ね、これアルファじゃない？よかった、レベル低くてマジで。絶対いける、絶対いける。絶対いける、絶対いける。いやーよかった、低レベルで。あれ、テリジノはアルファに食われたかな。あ、クロスボウ拾った。いいね。霜降り回復しないんだ。でもご褒美は食べさせてあげよう。HP 上げといてよかった、今。今俺がさ、最後倒したさ、トロオドンだっけ？あいつやばいよね。あいつ一番ゴミだよね。人間のクズだよね。恐竜のクズだよね、あいつね。トロドンは気絶値を上げないと一発でやられるから1上げた方がいい。あの、俺自身の気絶値ってことだよね。テリジのザウリングは、対岸にいたから、今だったら、俺たちのユグドラシルハウスを再建するぞ。いいから、パパは大丈夫だから。また子供作っとるやん、勝手に。誰？子供作ってんの。ちょっと否認しなさい。クソ可愛い。ね、こいつとの出会いも運命的だったんだよ。マジで。でも、がゆえに壊された。ぐっちり囲む。クソ立体的の、マジで使いづらい家。どうしよう、みんな。こんな使いづらい家に住むの、俺。ユグドラシルハウス来たー。スロープ1000個いるんだけど。ちょっと使いづらい、この家。最悪。最悪です、皆さん。過去最悪の家が出来上がりそう。でも復活のユグドラシルハウスだから、俺は後悔してない。今回長生きしてる？いや、長生きしてるわけじゃないよ。進んでないだけで。謙虚だろ。今日だって、ビーバー死んだだけだもん。これ、ユグドラシルハウスにこだわってるせいで。うん、ビーバー死んで病気になっただけだから、俺。ただ、得たものは、このユグドラシルハウスね。これ、クソいいだろ。嫉妬すんなよ。ちょっと見に来い！虫もいっぺいいるしよ！これを今から運ぶの超だるくない？最高だよね。このユグドラシルハウスが切り倒されたらもうマジで切れる。普通に切れる、怒る。その切り取った生き物を殺すしかない。一番高いところに窓合わせよっか。いやでもそうすっとな、見えねえんだよな。一部分だけ2回作れ。だからあの。むずい！柱で床の高さ変えれる。もう、作るかじゃあ。忙しすぎない？もうこれだけここに置いとこうかな、マジで。ねえ、これだけここに置いといていい？で、こいつあんまりユグドラシルに近づけたくないんだよね。ぶっ壊すから。
うわ、でもなんか、この段差、広げていけばこの段差も悪くねえ気がしてきたぞ。味があるぞ、ここもまた。まあ、でも中庭作ろう。絶対に後悔するって分かってんだけど、作るわ。一回りでかいユグドラシルハウス、作ればいいわけ。これ最高じゃん。最高。あ、見に来てる。よくない？ちょっと。すっきりしてない？で、こう作っていく。いい！いい！いい！これ多分、今から3時間家作ることになるわ。いいよね、それもまたね。はい、木材1000個も。木材1000個ちゃんって呼んで、俺のこと今日から。ねえ、何やってんだよ、トリサウルス！赤ちゃんザウルス！おいで。お前らも大事な仲間なんだから。なんでこんなこっちまで連れてこられてんの？赤ちゃんザウ？赤ザウ？保護したんだから俺。こいつらを。そう。俺が親を殺して、で、かわいそうに一人に、みなしごになってしまったところを保護した。かわいそうじゃん、だって。あまりにもかわいそうでさ。あんま近づくな、お前。どっちがオシャレかな？こっちだな。結構オシャレ重視なところがあって、俺。敵じゃねえかよ！こう言っちゃおっか！いや、すごい！絶対嫉妬してるバカどもが。他の配信者って、他の配信者ってみんな、ほんと、クソバカじゃん。あいつらこれも作れない。絶対嫉妬してると思うんだよね。キモいよって言っといて。順に嫉妬すんな。マジで。気持ち悪いよ。洞窟すんどけよ。効率だけ考えて。バカみてえに。一生洞窟すんどけ。バカみてえに。俺は、ユグドラシルに住む。お似合いだよ。ジメジメした、臭い洞窟が。みんなには。ほんと頼むから間違ってもさ、お前壊さないでな。なあ。なあ。ほんとにこれ大変なんだからさ。まあ、あるけど、ユグドラシル3が。大変なんだよ。立てんの。より自分のユグドラシルを、かっこよく見せるために、周りの木々を切るわけよ。そうすると、より、目立つというわけじゃ。内側の壁は温室の壁っていうガラスでできた壁があるから、それで囲えば、安全かつ木をいつでも見れるんじゃないですか。採用。採用だ。何このユグドレイジングハウス。ユグドレイジングハウスシステムじゃん。で、ここビーバーの家にしよう。よし。ここ、あれね。秘密基地ね。俺の。ああ、高さどこに合わせよう。いやー、テリジノもいる。一旦戻る。あのテリジノがユグドラシル狙ってる。マジかよ。早く守んなきゃ。まさかユグドラシル狙われてる？切り倒してやるぞ、つって。殺すぞ、お前。味方だから許したけど、樹齢4000年だからね、あれ。あの世界中は俺が守る。そういう物語だ。あれ作ってるこれ。あれなんでこれあれあー、29個もある。やったー。さて作るぞー。もう、テリジノが邪魔もういいよ。殺すよ、テリジノじゃあ。一つ、このラプトルが一つの形となってる。俺これラプトル連れてくるとテリジョンいなくなるんだよ。いた。一応レベル見とこうか。ふっ、ザコが。ちょっと怖いね。彼意外とやるね。ただ俺の方が強い。それだけ。さあ、ゆっくり作ろう。今からしかもさ、中透明なガラスの板張って、常にこのユグドラシルをな、しかもさ、一番最初のドラシルよりでかくない？でかいよね。樹齢4000年と言われていて。下に合わせるタイプだ、俺。透明な、うち壁で覆うならガチで足腐るぐらいの時間かかる。え、いいよ。500時間寝ないでやるっつってんじゃん。
超木材がいる。最高マジで。でも大丈夫。嫉妬すんなよ、俺の家が良すぎて。キモいよ嫉妬。入りづらいと思ったでしょ。バカだよそれは。スロープ作るんで。スーッつって。くそ入りづらい。やめてよ。何を盗んだの。やめて本当に。今俺は何も無防備なんだから。やめてくれ。助けて。みんな殺される。ただこんな奴に。さあ行け。食い殺せラプトル。そうだ。僕に逆らったらそうなるよ。弱いんだからお前は。超いいマジで。マジでいい。マジで良すぎて草。大草。大草じゃないこれ。大草。この辺ラプトル歩いてました。はい。じゃあラプトル連れてきまーす。こっちにも門作っちゃおうかなー。あ、鳥、やばい。やだ。な、お前は来んな。Stay here.ぜひ。いや、聞いて、殺せ、聞いて、殺せ。俺に攻撃をしてくるやつは全員殺せ。もう、まあ、なんか喧嘩打ってたよな、おい、ボケガス、おい、待ってこいよ。行けラプトル。その種を食い殺せ。キラーマンティス。痛い。おしゃれな作りにしちゃおうかな、じゃあ。他のバカ配信者に嫉妬されそう。つれえぜ。洞窟すんどけっつってんだろ、バカみてえに効率考えて。出てくんじゃねえぞ、気持ち悪いから、洞窟から。そういうことしてるやつは。俺はシティボーイよ。その点。ね、マジでいいって。ね、マジでいいって、この家。ねえ。ね、マジでいい。ちょっと。ね、温かみがあるじゃん。ね、温かみえぐくない？温かみエグオだわ、これ。ね、赤ちゃんザウルス？トリザウルス？え、赤ちゃんザウルスは？あ、まだいたんだ。おいで。赤ザウ。はい、みんな声制止。ああ、いい子だ！キモいいい子たちだ。で、オンゼウザウルスで、ちょっと待て。なんだ？赤ちゃんザウルス？こいつ、ミナシゴザウルス。ダメ！パパ、今から仕事なの。そこにいなさい。どうするこんだけ頑張ってさ、ラッつってさ、バシャーつってた俺なら。で、こいつを隔離する部屋を作っとかなきゃ。マジで。終わるって。で、この苦労が全部水泡にキスよ。テリジョのさ、自動採集をさ、オフにしとかなきゃ。どこでわかる？自動採集。これか。これで大丈夫だ。いや、奥行きが一個長えな。そういうこだわりも見せたいよね、俺に。ここで妥協するような男であったらならない、俺は。もう一個行くってわけ。クソめんどくせえ。ミナシゴザウルス変異してる？嘘。なんで変異してる？先祖見ればわかる。ん？トリケラトプスレベル55と野生の祖先。ランダム突然変異。ミナシングザウルスじゃん。レベルが5の倍数じゃない。だからどうなんだって言われても俺わかんないんですけど。ちょ、待って。今さ、繊維600個、一紙で繊維600個取ったんだけど、こいつ。やばくない？一体こいつは何者なんですか？本当にユグドラシル壊さないでね。不利じゃないぞ、これ。はい、なんかあんまかっこよくねえな。これなんかうまいことできない？これなんかあんまかっこよくなくない？階段にできる？スロープを R で？ちょっとおしゃれにしてみようか。しょっ、いや、全然かっこよくねえ。まあ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 。あとは、待ってね。木の壁たちを、壁を、あーん。こう、クソ忙しい、マジで。最高。オッケー。
木？はい、なんかあんまりかっこよくねえな。まあ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 、ひとまず加工、ひとまず加工。ね。今はそれが大事。でも、囲っちゃえばユグドラシルが刈られることは絶対ないから。もうすぐ完成する。ひとまず。ひとまずね。はい！これで絶対に壊れることはない。これが加藤純一式ユグドラシルハウスだ。まあ、こうやっていけちゃうんですけど。いや、窓の位置がさ、難しいよ。ちょ、おしっこしてきていい？なんか、いいアイデアをくれ、みんな。窓の位置。気分がいいね。ようこそ、ユグドラシルハウス。窓の高さを同じにした方がいい。まあ、そうだよな。だから、一旦これでキープしといて、あのさ、要はここを2階にするわけよ。ほんで、なんか、うまいこと、階段作って、とか。で、ここに、なんか、な、超夢がはかどる。で、ひとまず囲っとかないとテリジノにやられるから、それが怖いの。一旦これでいい。とりあえず。で、ちょっとずつ仕上げていこう。いい！ただ運ぶの超ダリー。物を。物運ぶの超ダルザウルス。でも運ぶけどね、俺は。でも運ぶザウルス。もういっぱい持ってんな、おめえな。おめえその緑のくっさいくっさい作っとけ、ずっと。アルファに拠点襲われて終わりそう？大丈夫。ユグドラシルの加護でなんとかなる。で、この子たちを全員、石の柵で囲って、こいつらを守る。ただ、運ぶのがめっちゃめんどくさくて今どうしようって思ってる。外側からさ、そういうこともできるんだよね。ユグドラシルハウスは。他のバカ配信者と違って、機能的なんですよ、これ。意外と。んで、とんでもないよ。これね、何がすごいって、なんで障害物があんだよ。何の障害物があんの？意味がわかんない。あ、ユグドラシルがあるんだ。障害物って言うなよ。タンスここにしよっかな。んでね、どうするかっていうと、ユグドラシルハウスのここがすごいやっていい。まず、ここに顔めり込ませるんですよ、こうやって。ほんでね、外側から、取ることによって、100点。うん百点。うん百点満点。何このうん百点満点は。ね、このもう死体捨てていい？ね、辛いよ。戦略マップって必要かな？壁に飾れる？え？ユグドラシルハウスに、ドーン！え、お墓作れる？どうやって？お墓も作る。ちょっと待ってな。はーか。本当にある石とセメントを作る。待てよ。これユグドラシルテイムできるかもしんねえ。ユグドラシルの上から、いけるわ。伝説じゃん、ユグドラシルテイム。ほんで、ね。皆さん。はい。はい。はい。で、こっからも入れるのね。この家のいいところは。いいところであり、悪いところでもあるんだけど。ちくちゃいいやん、ボケー！ごめん、怒って。良すぎて怒った、今俺。で、暗すぎて泣いた。良すぎて怒って暗すぎて泣いてる、今。過去一番暗い。超ガンマジいじりて、マジで。暗すぎるって。ねえ。ちょっと暗いかな。ここに置けたら完璧なんだけどな。置ける。絶対今の俺だろ。置けるー。で、ね。こっからが技術がいるんだけど。これ技術って呼んでんだけどさ。こうで、こうです。で、こうです。ほんで、な？はいでな！ここに作業台作ればよくね？ここに。はい、完璧。ってなるとスロープが邪魔になるよね。邪魔になったら取ればいいよね。全部繋がってるの。この物語っていうのは。なんでこんな広いのにさ、全部ここにギュッてなってんだろうね。でもそこがよくない？一旦運ぼう。ね。面倒だけど。このうんこくさいども。もしかして今日引っ越しただけですか？しかも今日3回引っ越したからね、俺。なめんなよ。ただ引っ越しただけじゃねえよ。
ねえ、完璧だって、綺麗。おい、ユグドラシル、1時間かけてユグドラシルハウス再建したぞ。だ俺5時間引っ越してるっしょ。だって現実世界と一緒でさ、現実世界も5時間ぐらい引っ越しかかるじゃん。今から、T-Rex テイムしに行きます。どこにしよっかな、作業台。いや、こうしちゃう？ねえ。ありじゃね？こうするの。左のタンスの前で、の前を、天井で一段底上げして、そこに、あ、作業。ああ、めっちゃ頭いい。めっちゃ頭いいけど、ゲームのことばっか考えてた。お前めちゃくちゃキモい。死ね。でも頭はいい。認める、それは。です。ね、一紙で12000。ねえ。何それ。ね、やめて。デリジン。ストップ。ストップ、テリジン。テリジン。ストップ。えらい。ストップザ・テリジン。で、ね。いい案が来ました。こうして、そんで、バカにしやがってできないのかな階段だったらいけんのかななんかよくわかんないけど、2段にした。全部階段の方がよくねじゃあ。今思ったけど。今考えた。ほんで、ねほんでなほいで、こういうことじゃないんすかちょっとごめん。テリちゃんちょっと待って、マリちゃん寂しかった。ちょっとどいて。で、一回テリちゃん下がってもらって、で、テリちゃん寂しかったし、マリちゃんも寂しかった。ああ、いい、完璧。こう、こう、こう。ほうほう、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 ほうほう。で、ここに置いちゃうと。で、生肉焼いちゃうよっと。よし。なんかすっごい気持ちいい。そこにイグドラジルを炎で囲えば。で、ちょ、そんなことしてるから、進んでないんだって今日。ちょ、一旦インテリア待って。イグドラジルハウスをさ、一回引っ越したのがマジで1時間無駄した。いつもみたいに自虐で今日進んでねえなー、じゃなくて、今日本当に進んでないから。やってないのと一緒だから。ちょっとさ、いろいろ作ろっか、じゃあ今から。何作る？餌箱賛成。てかさ、これ取ろうぜ必要なやつ。今から取ってきます。休憩がてら。火薬とか絶対いるでしょ。そのうち。柱もいるな、多分な。みんなが柱いるぞって言ってたもんね。貯水槽もいるね。やべえ、負けたくなくなってくる。あ、虎バサミなんていらないのに。でも3000ポイントあるからいっか。金属の鎌剣。おしゃれな層はいるでしょ。なんで金払わなきゃいけねえんだよ。で、現金で買わなきゃいけないの？だったら普通のソファー買おう、俺。ピストルいっちゃうか。いや、ピストル作れる！やば！ライフル。ライフルの弾薬。これだ！これが欲しい！やべ、みんな今から俺金属のあれこれ作るかもしんねえ。もう一度ドア。水晶今から100個集める。メガロドモンは絶対捕まえるでしょ、今回。発電機必要だよな。なんかで。使うよね。海行くよ？当たり前じゃん。海行かねえやつ、いる？やめた方がいいよ、もう。洞窟住んでないよ。原油ポンプはね、絶対必要なんですよ、これ。ギガンティックラプトル来た。絶対捕まえる、今から。ね、今日ちょっとギガントラプトル行く？ねえ。ね、ちょっとギガントラプトル今日テイムしに行っていい？いる？このアイランドに。特殊テイムなの？いや、難しいけどやる。いや、最も入れる、じゃあ。で、課金もする。で、もう海にも俺進出するって決めてるから、これも全部がっつり行くのね。ギガントテイムは、有精卵を撒いて、親の気を引いてる間に巣に隠れて、子供の動きを真似するムーズ。絶対無理。絶対無理。そんなの。でもやる、今日、俺は。やる。やる、俺は。俺やる。今からギガントラプトル行くわ。頼む。付き合ってくれ、俺に。ハードコア初見ギガントラプトルテイムするわ、今から。動画見ないと死ぬ？生きるよ、俺。動画も見ないし、生きる。どうする、俺が動画も見ないし、生きたら。え、湧いてねえ、なんで？相当時間空けたけどね。案
ンキロ欲しいな。アルゲンとアンキロ欲しい。ほんで、アルゲンでさ、アンキロ捕まえてさ、石掘りザウルスしたいね。一マス罠の作り方をマスターしないと。で、レベル150を妥協しない、俺、絶対。アルゲンは。で、こいつだけ唯一、あ、やめよ。こっちに来てもいいよって思って、いやいやいや、こいつは別に、採取しないから、お前だけだぞ、この家に入っていいのは。本当にこのまま、なんか、F ボタンを押してさ、テンパって死にたくねえ。ちなみに新しいアークはマジで罠に誘導難しいから頑張ってください。なんで簡単だったじゃん。難しくなったの ?AI が進化したの俺機械に負けるのが一番嫌いだからね。ギガントラプトルはその緑のところの近くにいます。マジかよ。みんないるギガントラプトルが。やべえ、緊張してきた。ね、ギガントラプトルってでっかいラプトルってことでしょ？戦闘強くないの？ギガントラプトルは攻撃用じゃなくて、羽化をサポートしてくれるでっかい鳥。いや、でもいいじゃん。このさ、運命のザウルスたちの周りにギガントラプトル置いといて、かわいいじゃん。で、水晶とか金属は集められるうちに集めておこう。そしてあの燃えてる大地何？ねえ。あれ天の裂け目と呼ぼう。あれサウロンの城があるんだけど、あそこ何？あれやばくない？おそらく俺が行かなければならないところだろうね。金属の鎧を作るためにやっとるんやん。わかるやろ、お前らみたいなバカでも。飛べねえか。なんとか飛んではくれんか。160個いける。綺麗だ。なんか今まで捕まえたことのない伝説の恐竜行きたいよね。いないの？このマップに一匹しか湧いてないやつとか。いそうじゃない？ギガノドザウルズ。ユニコーンいんの？俺にふさわしいな。お前ユニコーン会ったことある？嘘、マジで。嘘つけ、ボケ。金属のインゴット164個。じゃあ作っちゃおっか。何を作るかって？もちろん、これでしょう。いっちゃっていいよね。はい、金属一式。ビーバーどこ行きましたか？あ、あの、クズね。食っちゃったよ。腹減ったから。スーパーベジータ来た。一旦じゃあ、アルゲンを探しに行きます。事故防止のパラシュート。安心して。30代も後半になってくると、そんな瞬間的にパラシュートだってならないから。もう F を押したら死よ。それすなわち。前空中で再起動して死んでた。全然意識してなかったのにめっちゃ怖い。だってさ、もう D 押せない怖くて。D の隣が F なんだもん。今までそんなこと全然意識してなかったのに。人差し指使わないようにしよう。ね、落下死する瞬間にさ、エスケープ押してさ、ロードしたらさ、そっからの落下判定ので生き残れねえかな。それはテクニックスとして使うからだ、俺。え、無理、絶対パラシュートなんか開けない、俺。自信がない。いねえのかよ、ケツァルコアトルスみたいなやつ。アルゲンこんなにいないもんか。あの辺ギガノドザウルス、わかないっけ。もっと北？え、これ以上北なくない？そんな遠方の地まで行って俺あれしなきゃいけないの？いると思うんだよな、アルゲンタビウス。でもこっから誘導していけるかな？ 2 キロだよ。スタミナ足んないよね。ね、すっごい怖い。今すぐお家に帰りたい。今すぐ帰りたい。え、ちょっと待って、なんか首、ね、首ハエザウルス。ね、首ハエザウルスがいる。ねえ、これ首ハエザウルスだよね。ねえ。これ首ハエザウルスだよね。ねえ。これ岩から首ハエザウルスがいる。カルカロドントサウルス。知りません。この岩全部が体？ここで捕まえても家まで持って帰れねえよ。スタッキングザウルス。黒曜石1個だけ持ち帰ろうか。せっかくここまで来たし。この辺にアルゲンいるらしいよ。ちょっと遠いなぁ。なんかあの辺の山とかにもいそうじゃね？最悪もう見つかんなくてもいい。家に無事に帰れればいい。ここ別名死の森って言われてるらしい。すぐ逃げれば。いや、麻酔は持ってきてない。とりあえずどの辺に生息してるかっていうのを把握して、罠をちゃんと見て、もう動画見んのね。普通に。全言撤回して。で、完璧な状態でアルゲンを捕まえて、やればいいの。わあ、帰ってきた。よかった。
左手の薬指がさ、絶対ダブルキューを押さないようにピーンと立ててるからめっちゃ痙攣してきた。あー我が家だ、超ユグドラシル、ちっちゃい、こうやって見ると全然ユグドラシルだ。あーユグドラシルが、ユグドラシルが生えたー。引っ越そうかな。まずはさ、アルゲン見つけないと。とにかくじゃこっち行ってみるわ。あ、水筒に水入れてこ、確かに。やばい、絶対に触れてはいけないザウルスいたね。あれがレッドウッドか。これか。一つ背の高い山には行っちゃいけない。さすがにここは取れるよね。いや水晶92とかマジで本当に人間のクズじゃん。一回持って帰るか。他はいらないよね。キャンバスは一応なんか、あ、木の椅子も持って帰りたい、できれば。あ、なんかこの辺も欲しい。あ、全部欲しい、全部欲しい、全部欲しい。門の方がいい、水晶がいらない、オッケー。でもどこに捨てたかもうわからなくて。いやもう命、もう命があれば、命があればどうでも、もう他にも物なんかいらない。命が一番大事。もう命だけでいい。もういいよ、いいよ、いらない、いらない。さっきそれで死んだんだから、俺。ユグドラシルに壁つけるんだよな、そうだ。だから俺水晶に固執してるんだ、今。俺生きることよりも、あの、ユグドラシルハウスを作り上げ、ああ、すごい、金鉱石がいっぱいある。もはやそっちの方が大事だと思っていて。ハードコアでやらなくていいと思ってるでしょ。それをハードコアでやりたいの。その、殺伐とした世界の中でもやっぱ癒し欲しいよね。これボスも倒すよ、もちろん。しかも動画も見ずに初見でね。何がいる？人参とジャガもいる？嘘なんで。椅子も欲しい。気合でき、絶対運ぶんだ。俺は絶対運ぶぞ。絶対に運んでやる。頑張れ。行け。執念の、執念の運び見せろ。あと50メートル。あと150メートル。全然進んでねえ。一回これ手離してタバコ吸うぞ、ここで。そういうこともできるんで。C を押したら一気に進める。嘘。あ、拒絶されてる、それを。どうせおい、アルゲンタビウスくれよ俺に。なあ、全然ちっちゃいし。ユグドラシルハウス。よくぞ。よくぞ運んだぞ。偉いぞ。でさ、これを置くわけよ。ここに置くわけよ。こう、こう。キャンバスってなんだよ。俺は壁にかけれると思っていて、ここに、ジュンの家って書くの。ジュンって。これジュンって書くわ。どうやって書けんの？どうやって書くの？俺書こう。ブラシね。オッケー。うん、作ります。じゃあ。クソめんどくさい？じゃあいいです。それはしません。ショットガン作れる。あー、ライフルも作れる。いやー。火薬か。ほほほ！木漏れ日がいい感じやね。しかもこの、ねえ。ここに座ってさ、王者の椅子って呼んでんだけど。俺何してん？てか、アルゲン探しに行こうぜ。何しとん？アルゲンを探しに行こうっつって、なんだ？やべえ。ちょっと待って。やめて。そんな、伝説の手、やべえ。ちょっと待って。お前ら、俺についてこい。行け。食い殺せ。行け。早く！行け！早く行け！行け！食い殺せ！ズダダ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 ダ。これが地鳴らしだよ。誰が死んだ今。誰か死んだよね。パラサウロロフス死んじゃった。超場所が悪い。死体の位置が全然わかんねえ。テンコ。うわ、よかった。トリサウルス死んでねえ。お前よく生きてた、マジで。あ、やべえ。これ味方だ。こいつもう敵になってる。やって。それじゃ、クズを、そのクズを殺せ。そのクズを。ね、勝手に子供産むな、お前ら、マジで。世話する気がないなら、産むな。ね、餌箱、餌箱今作ろう。な。藁、木材、繊維、金属鉱石。
で繊維1300取れてんだよ。終わってんだろ。餌箱って外に設置だよね。超見づれ、マジで最低の立地。こんなにゴミみたいな立地なの。はい。はい。で、これで食ってくれるよね。近くに並べとけば大丈夫でしょ。ちょいちいちめんどくせえ、この作業が。でもやる。これは。帰ってきたらバラバラになってんだろうね。で、これどうやって可視化すんの？範囲。あ、これだ。すっごい見づらい、マジで。こんなに見づらいことあるっていうくらい見づらい。いらないベリーは捨てましょう。そしてベリーを、ね、採取するポケモンが死んでしまったので、僕は非常に困っていて、今。でもそれでいいと思っていて。このユータラプトゥル最強でしょ。生肉お化けやん、お前。こいつ怖えかんな。自動採取すっかんな。狙ってんだよ。パパ、僕これ食べていい？食べちゃダメ。ほんで、肉をどこに預けるかなんだよな。餌箱ぶち込んどくか。ねえ、水も伸ばしたいね。本当に不便。ユードラシルハウス。すげえ後悔してる。見つけなきゃよかった。え、待って。熱い。ちょっと待って、熱い。え、待って、熱い。え、灼熱ってこれダメージ下っていかないっけ？え、死ぬじゃん。気温が今52度あります。今、52度あるらしい、気温が。俺、死ぬのか。なあ。やばい。体力が減ってる。じゃあ、ここ、川にはピラニアがいる。ここで暮らすしかない。どうしよう。目の前に、目の前に絶対出会っちゃいけない奴がいる。え、こいつエアコンザウルスなの？オッケー、こいつ殺すわ。殺して、子供捕まえてエアコンザウルスにする。どこにいた？あれ、地球温暖化ザウルスどこにいた？あ、ごめん。いたいた。強くね？おいで。地球温暖化ザウルス。こいつ何食う？こいつ肉？何食う？こいつ。魚肉？魚肉なんて持ってないよ！どけ。俺が捕まえていくから。普通の肉でもいいのかよ。なんだそれ。おいで。おいで。お前さ、おい。殺すぞ、チンカス、こら。君のパパだ。君のパパを食べて元気出しなさい。何このクソ可愛い顔。父ちゃん死んじゃったのって顔してるね。そうだよ。お前の父ちゃんは僕が食べた。のっぺりしてるね。え、本当に生肉食ってるかなこれ。あ、食ってるわ。めっちゃ食ってるわ、こいつ。自分の父ちゃんめっちゃ食ってる。いつの間にか、涼しくなってる。キユーミンどもが。おっそ。何この遅さ。おい、てめえ。うちの子殺したらお前、食べてお金ぞ。また君たち誰かと戦ったんですか。もう、じゃあもういいですわ。頑張れ。俺がついてるぞ。父ちゃんの霜降り肉食いながら頑張れ。あ、家の中がいいんだ、やっぱ。あと、すごいバカかもしんない。追従中、人ってなってんのに、こいつ俺についてきてない。あれ？何このミナシゴザウルスって。あ、重量ぶっぱでしょ。ミナシングザウルスは。お前久々だね。まだ生きてたんだ。すごいな、親殺しザウルス。お前の父ちゃん殺したの俺だぞ。言ってなかったけど。びっくりしたでしょうね。え、とりあえず、一瞬ちょっと餌箱の中に餌を入れたいんで、なので、僕は何を作るかっていうと、トリケラトプスのサドル。いや、アルゲンはもちろん覚えてんだけど、ちょっと待ってな。今理屈じゃねえんだよ。俺がやってることは。で、餌箱の中いっぱいにしていかないと、バカども死ぬから。こっちは結局バカなんですよ。オッケーオッケーオッケー。お前らちゃんと頑張れよ。この辺の、大バカチンザブローを、全部、入れとけば、絶対に死なないじゃん。ほんで、俺は、アルゲン、タビウスを、捕まえに行くと。こっちから行けるんすよ。便利だろ？麻酔薬エグ。麻酔薬エグオじゃん。
俺。このキモいキャラ何？お前だよ、これ。ちなみにモデル。周りにそうと思われてんだよ。言うもんじゃねえだろ。そういう悪口って。モデルお前だよ、これ。こいつ、これ地球温暖化ザウルス。地球温暖化ザウルスがいることによって涼しくなるんで。さあ、行くぞ。アルゲンタビウスを仲間にしに行くぜ、今からみんな。アルゲンもガキを拉致ればいいんじゃないですか。ジュル。結構でお願いします。でも倒せねえわ。ね、今のうちにさ、これさ、アルゲンタビウスのサドル作っとかない？ほんで、仲間にした瞬間に、キチンケラチン革繊維。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 はい。罠の作り方を教えてください。僕は一歩も動きません。動画見ません。で、みんなが動画作って今。俺絶対やだ。みんなが動画作って俺に送ってきて。そしたら見るよ。俺がご飯を頼む間に作って。頼む。加藤純一さんへっていう動画。それは別にアルゲンタビウスを調べたわけじゃなくて、俺のプレゼント、みんなからもらった手紙を大事にしてるみたいなもんじゃん。石の門3つ、石の扉2つありがとう。あと、ついでに今日のご飯も決めて、俺の。そういうのすら決めらんなくなってきた。パスタね。正解。明太子を乗せたクリームパスタでしょう。やっぱり。やっぱりそうじゃない？べっちょり食う。石、あ、石がねえのか。まあ、いや、自分で石掘りザウルスしようか。おのずと石掘りザウルスしよう。もっと低コストの罠があります。ちょっと本当に教えて。マジで。土台1個、壁3つ、スロープ1個、扉1個。本当に？ね、嘘ついたら本当、くっ飛ばすかんね、マジで。それは難易度がすごい高いです。やめましょう。じゃあ前のさ、門を5つぐらい作って、そんで、扉閉めて、にしよっか。AI が賢くなったからそれが無理になりました。いやもうダメじゃん。もう普通ぶっ殺して子供拉致るしかねえじゃん。親ぶん殴って子供盗んでくるしかねえじゃん。なあ。じゃあなんでその門のやつはできなくなったか教えてくんね。迂回するようになった。建築物を避けるようになったろ。入らないわけじゃないけど入りづらくなった。ってことは、入らないわけじゃないんだ。OK。俺入れるよみんな。俺他のやつだと失敗そうだから。で、最悪別に逃げることもできるから。で、アルゲン足を押す、あいつバカな上に足を押せんのね。もう救いようがねえじゃん。本当にバカなのあいつ。死んだ方がいいのね。だから、そこをついていくから俺は。めちゃくちゃバカなの。顔もキモいし。帰ってくる頃には、とんでもない欲流が味方になってるんですよ。もちろん100レベル以上狙うよ。逆に、狙わないのって話。これで合ってますよね。信じますよ、皆さん。これで合ってますよね。木材、石、石も全然足んねえ。藁も全然足んねえ。ピッケルの方がいい？オッケー。もうこっちも全然いいや。手動最高。やんごとなきスピードで集まってくる。藁収集マシーンじゃん。なんでここぴったりくっつかないの？もうここぴったりくっつかないんだったらやらない。ね、みんなどこ行ったの？何やったんお前ら、おい、バカチンが。おい、このバカチンたち何やってんの。ねえ、おバカチン。あんたたちこん中いなきゃ、飯食えないんだから。ダメよ。おいで、トリサウルス。トリサウルスザウルス。なんでトリサウルスザウルスこっち来ないの。な、でっけえもんで囲っときたいよね。そのためにはね、アンキロザウルスが必要なのね。喧嘩売られるとあれなんだな。ピキっちゃうんだね。え、わらと石。三つでいけるかな、みんな。入れることができればいける。小泉工部みたいだね。やれるということはやれる。でも、横着せずに四つ作っていけばよくない？そうは問屋が下ろさないか。三つと、扉二つだよな。扉って普通の扉でいいのかな？木の扉でいい？でかい扉だっけ？門扉。木の門扉？門扉？石の方がいい？ゲート？オッケー。ゲートらしい。石材補強用門。これかな？藁、木材、石。お、2個な。ウンチングザウルスいるね。超懐かしい、ウンチングザウルス。知らねえだろ、おめえら、ウンチングザウルス。何も知らねえもんな、アークのこと。勉強した方がいいよ。はい、先生たち、これでいいですよね。これ2つでいいですよね。で、三つ並べて、両サイドに扉つけて、片方閉めといて、アルゲンタビウスを誘導させて、あ、違う。
二つも開けといて、アルゲンタビウス誘導させて、扉閉めて、後ろの扉閉めるんだよね。よし、行くぞ。ただ、めっちゃ夜。こんな夜っていうぐらい夜。もう三つで行ける。もう一個作っといた方がいいかな。別に作ることもできるよ。もう一個作っとくか。なんかさ、横着して死ぬぐらいだったらさ、準備万、君、僕に触れたらとんでもないことになるけどいい？そうなるけど。今一番怖いのは落下死だね。パラシュートなんか押せるわけねえじゃん。で、パラシュート持ってるから最悪押しても大丈夫だって思ってるより、パラシュートねえから絶対押さねえぞって思ってる方がマジで死なないから。アルゲン行くで。まずはアルゲンを見つける旅だ。マップの右上にいるらしい。ちょっと待て。これさ、頭させなかったっけ？それでさ、サドルとさ、松明が入れ替わってさ、解除されて落ちて死ぬみたいなさ、そこまでリスク危惧してるからね。前作通りなら落下ダメージは432が最大。4倍にしてるんで、2000。ダメージ4倍にしてるんで、即死。2.5 倍か。あいつなんだっけ？タペアラ。君たちみたいな虫は、虫キャラは相手にしないよ。機動力抜群なんだ。まだアルゲン一回も見かけてないんだよね。このまま月まで行こうかな。どう？いや、これ夜飛びたくねえ。いや、なんちゃこりゃ。これちょっとおめえ。これやばいんで、一旦、ディープミストがやばい。あ、雪山発見。あそこの雪山にあるんじゃないですか？東の孤島にアルゲンがめっちゃいます。東の孤島。肉食島なんだ。一回行ってさ、やばそうだと思うとこよ。だいぶこっちは空飛んでるから。うわ、綺麗。ああ、よく開けた！よし！これらしい。ちょ、一瞬見てみようか。チラッと チラ見してこるぜ。なにここ超いいじゃん。冒険の匂いがするぜ。すっぺん匂いがする、すっぺん匂い。いた。絶対あれだ。レベル5。後手お前。いや、めっちゃいる。これゴミゴキブリ島と名付けよう、ここ。110いた。110いた、110いた、110いた。80と110。どこでテイムしよう。ここちょっと安全っぽくない？ I saw a huge T-Rex。145のティランいるねえ。145のティレックスいる。145のアルゲンタビスもいる。消えた、そんで。これ、ウジャラボラスだ、みんな、ここ。反対側に罠作って、おびき寄せてこよう。アンチがなさすぎるわ。え、ここ良くないってか、ここ。ほら、ここ。どんぐらいの隙間？ちっちゃめでいいよね。これは抜けらんないよな。ほんで、弓矢撃つ。オッケー。上も抜けられないよね。あー、プテラノドン餌でもいいな。みんな俺の作戦聞いてくんない？まず、来るじゃないですか。アルゲンに追われてきます。来ました。すぐ降ります。ここで待ちます。来ました、閉めます。ほんで、後ろ側閉めます。はい、勝ち。なんで無理なの？それか、アルゲンが抜けれずに、プテラノドンだけ抜けれる隙間を、ずーっと探し続ける。てか俺ここで余裕こいで飯食ってる余裕ないよ。本当に落ち着いて。飛んでくよ。シャレにならないんだから。シャレになってないんだから。あいつさ、こっち来んなよ、お前。マジで。こっち来たらくっ飛ばすぞ、てめえ。食っちまうぞ。うちのチームラプトルが。怖いだろ、貴様も。なんでさ、石の扉もっといっぱい用意しなかったんだろう。100個くらい用意すればよかった。みんな隙間をもうちょっとさ、広くしてさ、ちょっとこれ怖いわ。いや、これはでかい！え、でかい！うーわー、これ、絶妙。怪しすぎないこれ。
ねえ、これ大丈夫？何が大丈夫ってさ、ちゃんと抜けれるかな、俺。こうやって。めちゃくちゃいい？このサイズ、OK。このサイズめっちゃいいらしい。シミュレーションする。あれ？外開き。え、これ、あ。で、ここで宿って飯を食うと。さあ行こうか。レベル145。で、もういざとなったら、もうこいつら全員、見捨てて一人で逃げる。145のアルゲン欲しいなぁ。マジで。今、スパゲッティザウルス食べてるから。余裕あったらアルゲン2匹捕まえて帰るわ。メストース。で、交配させてアルゲン軍団作る。ちなみに、草食島っていう幸せな島もある。そんな汚い島には用はない。肉しか食わねえよ、俺は。ケアパケには気づいてるけど、どうせ持って帰れねえから、今。だったらもう開かなくていいんじゃないかと思ってる。目の前にあるのずっと気づいてたんだ、俺。ただ見て見ぬふりをしていた。ショットガンの弾薬はもらうだろうが。行くぜ。アルゲンタビウス捕獲作戦。ちなみに K を押せとか言わないでね。 K を押して後ろの視点にしろとか言わないでね。今何やってんだてめえ、こんなやろ。ほら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 、チュッチュッチュッ。で償えよ、おい、チンカス。お前チンカスなんだから、ウンカスなんだから、お前は結局。ヘッショの判定ないんだな、しこれ。早く寝て。全然寝ない。ははー、カートさん、ははー、もう一匹いっちゃおっかな。いや、完璧な罠だ、みんな、これ。なんかさ、俺変わってる風には思えなかったんだけど。ティラノサウルスもこれじゃいけない。ティラノサウルスの罠はね、めんどくせんだよ、めっちゃ。地上は特に変わってる。スロープを明らかに登らなくなった。じゃあ別の罠で行かなきゃいけないんだ。テイム効果 100% でプラス72レベル。217。あ、ちょっと待って待って待って。ティーランがいる、ティーランが。そっちじゃね、そっち行っちゃダメだし、変なの やっちゃダメ。おいおい、何が AI 賢くなっただよ。あいつ海渡れねえじゃねえか、バカ誰か来んじゃねえだってね、こっちに、おい。お前は来るな、こっちに。バカザウルスが。T レックスが。来てよ、これ。さっきさ、色もしかも超かっけえティラノサウルスだの。なんか、顎のところ、顎のラインが緑色の。ティラノサウルスいたんですよね。あ、ちょっと待って。ごめん、マジごめん。ね、マジごめん、マジごめん。ね、マジごめんって。マジでごめんって。マジでごめん。ほんとごめん。帰って。よし、偉い。君の住む場所じゃないんだよ、ここは。こっち来て。ちょ、マジこっち来て。バカだ。ずっとそっち。青見ていい。なよ、気持ち悪いなぁ。何この気持ち悪ザウルス。ね、この気持ち悪ザウルス、なんなん。粘着ザウルスじゃん。ほらほら、あれ無精なんかな。消してやったわ。
来んな、マジで、お前。え、来た！アルキン！旅人来たー！罠持って帰った方がいいよな。このままでいっか。あ、このままにしといて、また、ここで、テイムするときに捕まえればいいんだ。また来るぜ、恐竜島よ。てかさ、アルゲンでさ、アンキロザウルス捕まえて帰ろうかな。アンキロってさ、どうやってテイムするっけ？昏睡テイムか。オッケー。じゃ、ぶん殴ればいいね。じゃ、アルゲン乗って、アンキロ捕まえて、一旦掴んで、家の中に叩き込もう。で、家から出れなくして、で、ユグドラシルの上から、麻酔銃撃ちまくるわ。家ぶっ壊されっかな。家ぶっ壊されたらほんとぶっ壊すよ、俺。右繰りで掴むんだよね。されるがままザウルス。でさ、ユグドラシルハウスにアンキロサウルス叩き落として、ぶっ壊されることないでしょ。マジであるの？いや、罠作るわ。これから、どうせ使うし。でさ、じゃあさ、何もしなければ、家の中に叩き込んどいていいよね。攻撃しなければ。大丈夫だよね。一旦下ろすわ。みんな、帰ったぞ。そして、ようこそ、アンキロサウルス。ここが君の新しい家だ。220両。いや、またお前、子供作るな、言うとるやろが、おい。絶対お前たち自分が産んだ子供食っただろ、おい。また。それでいいさ。ちょ、あの、テリジノ怖すぎる。アルゲンで勝てるかな？余裕？ああ、怒っちゃった、ファンが。ファンが怒っちゃったわ。よーしよーしよーしよし。あ、エアコンザウルス中に入れてエアコンにしよう。どこにいるエアコン？あ、地球、あ、地球温暖化ザウルスだ。あ、でもアンキロと敵対するかな？しない？いや、アルゲン一匹いたらもうこっちのもんじゃない？てか、罠作ろうぜ。罠はどうやって作るんだっけ？石の堀で4マスで囲んで、ぶち込めばいいんだよね。で、ミキサーでぐちゃぐちゃ混ぜればいいんだよね。え、まさか地球温暖化ザウルスここ通れちゃう？え？しかもさ、もう罠はさ、家の近くに1個作っとこうぜ。そしたらさ、アルゲンタビスで持ってきて、罠で捕まえるっていうことができるから、もう無敵だよ。3マスかける3マスだよね、確か。2マスできる？俺は歩いていく。歩いて帰る。1マスでもいける ?1 マスって何？ 1 個空いてればいいってこと？ 4 個でいけるってこと？登れないってこと？その段差を。1マスかける1マスでいい。ここに連れてくるのは石掘りと鉄掘りぐらいしかいない。なるほどね。1つの土台に壁4つ。あー、なるほど。ここに壁4つ作ればいいのか。で、そこにスポッて入れるってことね。ごめん、2-2にするわ。2-2だし、俺。俺で2-2って呼ばれてるからさ。楽しみザウルス。楽しみザウルスザウ、あ、ラプトルじゃねえよ。くそ、めんどくせえ。ユグドラシルに引っかかっちまうよ、みんな。おい、ユグドラシルに引っかかっちまうよ。やべえ。完璧。おい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 。ははチンポジザウルスだ、こいつ。チンポジザウルス。そんでこの石掘りチンポザウルスを、あれだよね、チンポジに、このさ、ウェイポイントに配置して、放置しとくじゃん。そしたら、鉄鉱石1000個ぐらい集めてるから、金掘りザウルス来た。セアガゴゲグモザウルスだ。こいつセアガゴゲグモザウルスだ。やったぜ。重量ぶっぱで。オッケー。じゃあ今日はこんなとこしよっか。
あと捕まえなきゃいけないのは、T 行くか次。ああ、おもろかった。超悪時間解ける、マジで。何時間やってた今。25分ぐらい？ 40 分ぐらいか。